여러분, 안녕하세요. 쿠키 커플 크리코입니다. 김경식입니다. 쿠키 후쿠오카 どうですか? 후쿠오카 너무 맛있어. 아, 이런 요리가 맛있어. 진짜 추워요. 그렇지. 요루가 나가니까 소리가 울리시지. 근데 뭔가 まだ 새로운 환경에 어떤 새로운 맛이가 있는가 とか 分からないから 探し 중. 근데 자기와 3일 전에 한국에 있던. 그렇지. 3일 전에. 좀 일단 집에 帰ってから 福岡で 合流 みたいな感じだったけど なんか都会の雰囲気がいいなと思ってます。 ね、 最近ちょっと日本と韓国はシリアスじゃない? シリアスじゃないって聞いてるんで。シリアスだ。うん、本当に。で、それでチャギも韓国にいる時に家族とか友達とか知ってる人とかニュースとかも見てたし、私もニュースとかでみんなからも心配されてるけど、実際今韓国ってどんな感じなの?韓国는 모르겠어. 그냥 이거는 뭐 민나가 전부 じゃ 아니 ですけど 김경식이 밑에 한국고. 일단 드라이즈 뭐 노재팬. 재팬이 진짜 키크 노재팬. 뭔가 사 それって 일본의 뉴스だと こんなさ 일본 뉴스でも 알았어요? 노재팬. 알아. 근데 뭔가 일본의 뭐 買わない みたいな 데모가 사 こんなの 持って 사 すごい 怒ってる っていうの 聞いてて 結構街で すぐ いろんな ところで やってる の. 見たこと ある? 한국에 있는. 私 見たこと あります. 아, どこで? 서울とか? 서울でも 見ましたも. 뭐 미치들 이렇게 미마시탄데 뭐 노제팬 이카나이 아 이카나이 とか 카와나이 とか 카와나이 とか 그래서 今回 뭐 미카마 行きましたじゃん 私가 근데 인천 空港で 딱 飛行機 키프 もらえます ところ 있잖아 そこに めっちゃ 라인 しますじゃないよ 行列ね 어 今回는 本当 人が 나인 거야 일본 行きの 飛行機 어 진짜 나인 人が 이나이 나인 거야 솔직히 토나리가 무슨 뭐 타이완 とかで 토나리 人 めっちゃ 오인 거야 인천 空港で 어 それで 私가 근데 키프 카이마츠 해야 되는데 이마 한국어가 좀 노제팬 손나 분위기니까 그냥 나제가 리우가 싫어나이데스키도 뭐지 왓다시가 카이니 이키마스 하면 소코노 민나가 왓다시를 민마스 하면 소리가 좀 하식하시고 코아인 거야 난 왓다시가 와루이토 미타이고 난데 콘나 토끼니 니혼이 이끈다 미타이 난 그 손나 소리데 키프 체인지하고 선글라스를 키마시타지 다레오 김경식가 싫어나이 소리나 타메 소리데 아 この時から あ、よかったな 선글라스が来ましたか、よかったな で、誰がチクチクチク私に来て すいません、 コーヒーカップルじゃないですか? え? 孤独者と会いました あ、それは嬉しいよね それで 福岡空港で クリコと知り合いました じゃあ、そんな時だけど ちゃんと日韓カップルは平和にやってます っていうこと しかもさ、 飛行機の料金もすごい安いよね うん、うち不注意なんかびっくりするぐらい安くなってて 不注意で、観光客とかも減ってるみたいだし で、 家族とか友達は私たちが日韓カップルじゃん。なんか話したりしてる?知ってます。どんな?もちろんみんな全部しますし。どんな?日本もう危ないじゃないですか。安全や。例えば会社面接とか、あるいはもう道で歩きますとか、怖いね人たちが来てあなたにも韓国人。あ、日本人も韓国人に悪くするんじゃないかってこと。そんなもありますよ。なぜなら、1000人の中で1人が韓国人バカ、そんなに話しますアメン。韓国ニュースで、あ、例えばニュースでは、日本人がそんなに話しました。それがありますアメン。国民の考えね。あ、日本人そんなに怖い人たちはそんなに考えるじゃないかな。同じあにゃ、逆に。そうかも。なんか日本でも最初、 この貿易の話が出て、その時は日本もそんなに大きいニュースじゃなかったんだけど、デモがだんだん大きくなってきて、観光客がだんだん少なくなってきてから、ニュースが大きくなったし、ヤフーニュースとかでもすぐツイッターとかでも出てくるようになったから、あ、大きい問題なんだなっていうのを日本人はもうここ何週間ですごい、韓国よりもちょっと遅いかもしれないけど、思い始めてるから、 逆に私の友達とか家族も大丈夫?今大変だね。なんか私たちが嫌とかじゃなくて、韓国人が日本人の彼女とがいるっていうのに友達とか家族があなた日本人と付き合ってるからやめなさいとかがあるんじゃないっていう心配を私にしてくる。それ同じだ。私もそんな、逆に韓国人とラブそんな。なんか状況がわからないから、みんなすごい毎回彼氏韓国人なんです。大丈夫?ってめっちゃ言ってくる。大丈夫じゃないよ、父は。え?大丈夫じゃない?夜だけ怖いんで。そして、なんか私が
韓国で一緒に出張とかで会ったことがある、うん、すごい優しくてかっこいい社長がいるんですけど、うん、彼のフェイスブックとかでもうノージャパンノーって書いてあるので、ね、日本の国旗が、うん、フラッグがある、うん、もうあれ見てわ私も嫌われたのかなって思ってすごいショック でなんかこれはちょわってしていいのかなっていうのがみんなもどうなんだろう関係ないって言えないぐらいになってるじゃん今うん大きくなってるから一番今心配なのはなんかクドクちゃんも心配っていう声があったのは収束で日本人として行くとなんかそんなケランペンそんなないとは思うけど、そんなことないと思うけどなんか大丈夫かなっていうのがなんかやっぱりあるよね、まあ、だってもうすぐ中足ですよ、来るね、なんかみんなもそんな風に考えてる人少しでももし足りはくれくれケランしますもん私おっときゃあやそしたらこれフライパンでキャッツだってストレッチしようん、でもなんかそれはちょっと考えてる人いるかもなんか怖いっていうかあいいのかなちょっと心がギュッてなってる人はいると思うから怖いこともありますよ、うん、もう実はあ残念ですこともありますじゃないよ、うん、リガンカップルとしてあでもなんか今、うん、残念なことって言ったらやっぱり今 YouTube のコメントでもほら私もそんな話あんなこと手番でチャギが変あれあれ嘘やっぱりやっぱりなんか YouTube のコメントでもなんか日韓関係大丈夫ですかそんな心配な声はありがたいですけど、うん、なんか本当韓国人ダメとか、うん、日本人バカとか、うん、そんなのがすごい私たちの YouTube の中にコメントで多くあってなんかここで戦争があってるみたいな感じじゃん今本当になんかまあ表現は自由ですけどあ、그럼、うん、あい、근데맞아그얘기도왔듯이가왜하려고했냐면진짜아이고근데좀또저또솔직히これ토리마스마토르마이와저또코아같다고아심팔같던데토르토리마스니까스키리다스키리음근데그今日は私たちが結論とかもなくて本当に그냥이야기아이고그냥이렇게코리아진짜잔데됐어요와태다치는오나지잖아와태다치는오나지인데소리가뭐잔데됐어요でもどの時代もこんなことはあるわよ。ね、でもなんか。あ、本当や。너무大きだ。あ、何、무슨動物園なんや？おい。あ、これ、じゃあ取りたいよ。あ、何、무슨、까마귀が저렇게큰게있냐？鶏肉取りたいや。えい。